恋しい色付けを、私は窓に立って眺め、激しく行き交う雲間に、最も親しく大熊座の北斗七星が見える。毎晩あなたと別れて門を出ると、きっとこの星が私の上に輝いていた。若きウェルテルの悩みを読んだのはいつだったろう。この世には若いうちに読んでおきたいという本が何冊もある。この若きウェルテルの悩みもその一つだろう。もしあなたがまだ読んでいないなら、一度読んでみたらどうだろう。宇宙戦艦ヤマトと乗組員たち、最後までお付き合いください。第三種接近遭遇を願う艦長プロデューサー西崎義信です。こんばんは。今日の乗組員はもう皆様おなじみの、佐々木功さん。いや、艦なんてそんな先輩後輩の間からでもね、今日は僕の方が家主です。はい、そうですね。ペパーミントストリートからやってまいりました。よろしくお願いします。あれは確か毎週水曜日、ね、水曜日の6時半から8時、はい。今日番組が始まる前にもいろいろ冷やかされてたんですけども、おしゃべりって難しいですね。そうですね。本当に一人ぼっちでマイクの前に立っちゃうとね、何喋っていいか分かんなくなっちゃう。いやでもね、僕は一人ぼっちの方が本当は楽なんですよ。あ、そうですか。ね、あの逆にね、あの冷まなければいろいろ聞いていただくと思います。あ、そうですね。今日はね、あの僕の方が聞く立場です。はい、なんかでも佐々木さんと一番最初にお目にかかったのいつだ。でもあんたそんなファンなんて。いや本当。ずいぶん前じゃないですか。もう、正確にはね、15年ぐらい、もっと前かな。そうですね。僕はまだジャズ喫茶で司会やってる頃に、あなたはロカビリーの大スター。いや大スターじゃないです。ショースターです。それから2度目に会ったのが、このそれからずっとお会いしなくて。そうですね。ヤマトの主題歌のレコーディングの時。はい、確かコロンビアのスタジオ で、はい、で僕は驚いたんです。なんか入ってたら西崎さんがだって僕は知らなかったから、プロデューサーだっていうこと。プロデューサーだからって。あなた今発音悪かった。いや、プロデューサーなんで座ってんだろうって。僕はだからその頃のもう司会者だとばっか思ってたから、なんでここに座ってるんだろうって。そうすごい、ね、その間10年以上あった。そうですね。でも本当にびっくりして、そしたらプロデューサーさん、よろしくお願いします。改めてすごい感じで。あの僕の作る作品というのはね、ほとんどがそのいわゆる愛がテーマだというふうに言われてですね。で特にまあ古いところでは海の鳥と、ね、それからその次は、まあ、その動物の愛を描いた万作、あ、まあ、それから宇宙戦艦ヤマトというふうに、こう3つともこう一つのこう愛みたいなものがテーマになって、そうですね、作ってきたんですけどね。あの僕は佐々木さんにね、お伺いしたいなというふうに思ったので。はい、そんな丁寧な言葉使わないでください。照れちゃうよ。ダイナとかさっきとかでいいですか。あ、 かあなた初恋っていうのはいくつだったの。多分ね、小学生の時だと思うんですけど、やっぱりほら、あの隣に座ってる子が可愛いとか、うん、だから本当のね、初恋じゃなくて、なんていうのかな、物心ついて、つまり異性に興味を持つのは、大体持ったのは小学校の2年ぐらいで、隣に可愛い子座らせさせてくれて。早いね。早いですか。うん、僕はね、中学1年ぐらいの時だった。いや、そりゃ水崎さん遅いんですよ。水崎さん、硬派だから。そんなことない。だからね、あのこの前のね、あの先週の番組の時も僕言ったんだけど、はい、その人間にはその2つの恋があるんじゃないか。まあ、1つはその、まあ、小学校2年というのはどうかわからないけど、とにかくなんかそのすごい甘酸っぱい初めて人が好きになるっていうのを異性を意識するっていう、それからもう1つは本当にその心身ともにそのこれこそ恋だというようなそのものがね、まあ、それ恋ったっていくつかその女の人との間のお付き合いが、その都度恋だと思っているののお付き合いあると思う。だけど最後に残るのは一つだけじゃないかということを僕この前話したんですね。あなたの場合にはなんかそういうものってのは
終わりになる、っていうか、やっぱり最初に恋をした女性がいつまでもなんか心の中に僕は残ってるような気がするのね。絶えずそのイメージをなんか追っかけてるみたいな、でそれからもう一生逃れられないんじゃないかっていう気がするんですけどね、うん、それいくつぐらいの時、17ぐらいの時かな。なるほどね。そうするとその後恋するたんびにその人のこう面影がどっかで出てきて、こうだからよく、これは変な話だけど、お袋によく言われるの、お前が好きになるその女性のタイプはみんな同じだねと、だからやっぱり残ってるんだろうと思うんだよね。まあ、この話後でしようと思ってたんだけども、本当は宇宙戦艦ヤマト の、 そのテレビやった時にあのスターシアというレコードは出すはずだったんですね、それご存じない？僕は全然知らない。あ、そう。それでそれがね、実は悪友さんに詩書いてもらってね、スターシアっていう詩がちゃんとあったんです。ところがね、そのテレビだったんだね、そのスターシアが出てくるのがね、その26話の一番最後の方だったんだね。あ、そうですね。イスカンダルつかなきゃスターシアに会えないですもんね。そうだ、で1曲入れるとなるとすごく時間取らなきゃなんないでしょ、そうテレビだと時間が短いからさ、それで結局ついにね、そのスターシアっていう曲を使わないで終わっちゃった。で半年も1年もその経ってるうちにね、結局そういう曲があったっていうのをね、その詩があったのみんな忘れちゃったんだね。それでこの間ね、実は僕は自分の部屋大掃除してたわけ。そしたらね、どういうわけかね、あの秋さんの書いたスターシアって詩が出てきた。でこれがまたいい詩なんですよね。で実にそのなんていうんですか、そのイスカンダルに孤独でいる彼女ね、それから地球に帰ろうっていうふうにあの一緒に行こうってみんなに言われて、まあ、彼女は守ると残りましたよね、そういうなんかね、その孤独感とかね、それから彼女が守るをその救ってね、その手厚い看護をしていた優しさとか、そういうものがすごくよく出てるしな、でこれに宮川さんに曲をつけてもらって、キンキンあなたがレコーディングされてる。スターシャってのは西崎さんの中でのこうなどっちのタイプですか、まず初恋か二度目の本当の恋かっていうと、これがね全くね、そのどっちでもないんだね。あ、そうですか。でつまり両方をミックスした一番いい理想像。なるほど。この番組ね、その毎回その僕の好きな曲を一曲かけるっていうことになってるんだけど、前回はね、その僕が一番好きなI'm a fool to want you というシナトラの曲書いたのね。で、まあ、あんまり人は知らないんだけど。で、今日はね、あの、なんかそう映画音楽の中から僕も一曲選ぼうと思うんだけど、逆に佐々木さんの方も、なんか、好きな歌手っていうのは、なんていうのかな、で、好きな音楽っていうのは自分のこう、なんていうのかな、ある、こう一番感覚が、なんと、こう、広がっていく時期に音楽っていうのと触れ合うと、その音楽っていうのが一生つきまとうんじゃないかっていうか、もう、そこから抜け、自分もなんか抜け出せないっていうか、そうね、一番強いでしょ、だからそういう意味ではさ、あなた一番抜け出せないっていうのはやっぱりあれなの？やっぱり、その。僕はだからプレスリーをやっぱり一番その、なんていうのかな、青春のその真っ盛りに聴いて、そこで育ったから、なんとなくやっぱプレスリーの曲がパッて出てくると、驚きますけど、ちょっと前だとね、パッド・ブーンとか。いいね。西崎さんは、いや、僕はどうしかっていうとね、まあその、同じ、あの時代に出た歌手の中では、そのロカビリーテンポの曲よりはむしろパッド・ブーンも同じほとんど同じ時期でしょ、パッド・ブーンはちょっと前ですね、そういう意味ではパッド・ブーンってものすごく好き、もういい曲たくさんあるよね。そうですね、あの綺麗なんですよ、あの人のは、歌い方といいかな、声もすごい清潔だけど、そう、ね、プレスリーってのはどっちかっていうとこうなんか薄汚れた中からね、たくましく出てきたっていう感じで、ね、あのパッド・ブーンってのはなんか白い車に乗って白い服を着て、全部清潔ですって感じでしょ。そうだね、そうすると白いって言ったらだからオーホワイトスポーツコート、ありましたね、そういうの、それから砂に書いたらぐらいとか、まあ、僕が好きな曲ってのはその中で一番好きなのはまあ別に、あ、そうですか。じゃあまず僕はね、あのお嬢さんがもうすごい大きいお嬢さんがいますね。そういやあれですね、今度なんか日本に、あ、そう、もうじき来るんじゃないですか、ないですかね、はい、じゃあそのお嬢さんのね、デビーブーンの曲でね、恋するデビーというのを聴きます。なるほど。
西崎さんはパットブーンが、そうやっぱりあの僕は親父の方のパットブーンが好きね、やっぱり時代のあなたとの間の坂本さん。だから彼がねあの頃に歌った曲っていうのは ね、あのいろいろねたくさんありますけどね。でやっぱりその中でね、あの僕はこの前も話したんだけど、音楽っていうのはその自分が何かのその現象と ね、そのミックスして聴いたものが一番そのすごく印象に残るという。話をしたんですね。だから映画音楽とか映画音楽とかいう残るんですよね。残ってしまうんですね。最近はなんかでも逆に音楽があるとそこに逆になんか歌手だろうなんだろうのイメージをね、そう逆にくっつけてなんか歌を違う方向にしちゃうのが多いみたいだけど、でも映画音楽っていうのはその点は僕は素晴らしいと思う。うん、そこはねやっぱりあのドラマがあって音楽がつくからだと思うんだね。ね。これがやっぱりあの歌だけのイメージでね、あの出るものと、それからもう一つはその中にドラマがあって、そのドラマの中で一番そのフィットした音楽がシーンとダブルイメージで、そうですね、でしょ、これがやっぱり一番強いんじゃないですか。ことね、そのパット・ブーンが出たというか、僕もまあ20代そこそこの頃でしょ、だからもうなんていうの、すごくその恋というのに憧れてた頃ですからね。はい、そんな中にね、やはり見た映画って、アナスタシアっていう映画。はあ、はあははあ、ユル・ブリンナーと、イングリッド・バーグマン。で、まあ僕は大体そのかなりロマンチストな部分っていうのはあるんでね、そのものすごいファンタスティックなものっていうのは、ヤマトでもお分かりのように、その自分の中ですごい強いわけで。もう、
その辺はね、なんかすごくやっぱ感性で感じ取っちゃうもんですからね。あ、だからアナスターシアというその映画の、あの同名の主題曲をパット・ブンが歌ってますね。もうね、出だしのあのアナスタシアってのが綺麗なのね。だからね、でこの曲をね、聴いていただいた後でね、なおかつ今度あなたの発売されるスターシア、ね、アナスターシア、穴がアナスターシアとスターシアって穴があるんだけどさ、だからスターシアって今度あれいつ発売だっけ、6月1日、6月でしょうだね、で発売されるんだけどさ、でアナスターシアって曲もね、なんかそういう意味ではすごくそのアナスターシア的なその雰囲気を持ってる曲なんですね。あ、なるほどね。だから、まあ、例えば片方がその秘伝の王女といいますかね、いうものであるとすれば、やっぱりスターシアっていうのも、まあ、最終的にあの古来守ると一緒にはなれたけれども、まあ、一種の滅びゆく星の中にという一つのものすごくミステリアスなものがありますね。でスターシア、アナスターシアって曲もすごいそういう神秘性みたいなものがね、後に残った曲なの、ということでお聴きいただきたい、アナスターシア。あれがあのやっぱり山園の前のヒントになってるいややっぱりね、あのどっかでねそういうふうに自分がねあの昔聴いた曲とかね、あるいは昔受けたフィーリングっていうのがね、いや自分の作品っていうのは必ず出てくるものじゃないですか。そうでしょうね、無意識のうちに、だからよく大和なんてね、あの何で思いついたんだっていうその発想があるかっていうけど、でも僕なんかやっぱりあの子供の頃にあの海野十三さんとかね、やっぱり山中峰太郎さんなんかの書いたその小説の中にね、とってもたくさんそういう
なんか空飛ぶ戦艦的なものってあったしね、ただ今現在の子供たちの方にないだけで。でもなんていうのかな、やってやろうっていうのがきっとこう中学高校時代の時に心の中にできてきて、それでもうなんか一生が決まるっていうか、その夢を追い続けていくっていうか、そういうもんなんですかね、人間っていうのは。いやでもやっぱりそれ人によるんじゃないの。、うん、俺なんか幼児思考が強すぎるかもしれないね。だから今日は本当にありがとうございました。あなたがね伊藤にくださったおかげでね、すごく喋りやすかった。ぜひキンキンまた、はい、また出してください。それにあのパート2でもね、あのぜひまたいい歌を歌っていただきたい。こちらこそよろしくお願いします。いただいてまいりました文化放送の番組、ここでしばらくお休みをいただきまして、この後は5時のニュースからお送りいたします。こちらは文化放送です。周波数 1130kHz、 出力 100kW、 JOQR。Thank you.